はい、ではこんにちは。こんにちは、はい、この赤松はですね、だ去年一昨年かの11月ぐらいにこの幹がこう上の方にあったやつをこうギュッと曲げて、これも全部縮めたんですよね。もう1年ちょい経ったんで、針金を外して、針金もねかけちゃおうかなと、はい、とこですね。であとはその時に植え替えにしようかっていうのがあって、まあ、根の感じからとりあえずこうしたんですけど、まあ、将来的にこういう風になるかもしれない。植え替えはしたってことですか、ね、はい、植え替えだけしました、はい、あとはこれですよね。これが表面から出てるんで、うん、これをもうそっくり取っちゃおうかな。なるほど。でここはですね、ここをパックリ割れてる可能性があるんで、はい、この枝はいい枝なんだけど、割れてるとこう水水こう切っちゃうんで、この枝は枯れるんで保険取っとこうと。小枝が生きてるってことは、まあ、この役目は終わったんで保険はいらないと、もっと言うとこれも取っちゃおうかなと。全部でこれもそっくり取っちゃって、これで頭を作って、ここで差し枝作って、でこれ裏枝作って。なるほど。ちょっと寂しくなっちゃうんで、これだけ保険で取っとこうかなという構想ですね。将来的には取っちゃうんですけど、とりあえずこれとこのでかいやつは取っちゃっていいかなと感じですね。でまずはこれ全部取ってみて、分かりました、あの形がちゃんとついてるかどうか。まあこれ経験上なんですけど、アルミ線をこう剥がして、まあ私の右曲げ第一弾、あの YouTube 動画では YouTube 一番最初にやったやつなんですけど、銅線の跡がね、多分少しこう2本幹に食い込んでるんじゃないか、あのそれはもう、想定内ということで、ちょっと外していきたいと思いますね。針金切りもう今じゃないですか。もう、はい、また新しく針金切りを入手しました。お昼から帰ってきてこれを持ってきた。はい、エツって書いてあると思うんですけど、はい、ハサミもあったんですけどね、ハサミはもう2つあるんで、針金切りを入手したんで、エツローさんの針金切りですね。切るのも初めて。初めてですね。じゃあでもどんな感じなのか。まあこれは多分新品じゃないんでと思うんですけど、出てきたって言い方してたんですけど、あ、やっぱりね、いいですね。何とか言って何がいいんだって話です。矢島さんなんか軽くていいとか言ってましたけどね。ね、これと今切ったやつは銅線ですね。あ、これ銅線ですか。引っ張るやつは銅線なんで、非常になかなか買えないんでね、もう言っても、売ってるのがびっくりですよね。そうなんですよ。だから私も見つけたって感じで、で取っといてくれたんでですけど、ハサミはちょっと買っちゃったんでね、もういいんですって言って、どうしたら嫌なんでこれ。こうやってすごくこう曲げるってことは結構やるじゃないですか。やりますね。こう外すの初めてかもしれないですね。あ、なるほど。あの木どうなったっていうやつをご紹介するっていうのはいいと思うんで。生きてますよ。大丈夫ですよ。いいやつですね。とりあえずちょっとあのアルミ線をバチバチ切っていっちゃいますね。でこれぐらいになってくるとラフィアも剥がしやすくなって、結構ボロボロですね。ボロボロになりますよね。そう、ちょっとね、葉っぱが白っぽいのはあの溶合剤塗った影響でちょっと白っぽいんですけど。溶合剤塗ったんですか。溶合剤塗りましたね。取るのはいい加減で、あれもう使ってない。あれは使ってない。あれはもう使ってない。もうちょっと雑にやるときはもったいないから。もったいないから。でもあれが欲しいですね、あの、はい、目を切るね、ハサミがあるんですよ。あの、また切りじゃなくて目っていうか、枝を切るこういうなんていうんだ、こういうようなハサミがあるんですけどね、平べったい真作にのやつあるんですけど、また枝切りみたいな、また枝切りなんですけど、あのバネのついたスプリングのついたやつで、あれがあったら買っちゃうかもしれないですね。それは今ずっと欲しいなと思ってるやつで、あ、エプロン忘れたけどいいか。ごめんなさい。剥がすときは剥がし方いろいろあるんですけど、あのどうでもいいんですけど、だいたいこのアルミ線が2本あるんで、この間にこういつもスーッと入れるときっかけを作ると割とパカッと取りやすいと。食い込んで見えますよね、こう背中のとこね。だいたい予想通りです、この辺は。こういうとこが結構食い込みやすいんですけどね。割れてない。割れてはないですね。割れてなさそう。ないですね。すごいな形ですね。ね、ですよね。すごい形。前はこんな風になってたんで、ちょっとこの高さが揃っちゃってたんですよね、はいはい、ここがね、それが嫌だねって、M になっちゃってるねって言って、それでこうなったりとか、はいはい、こうなったりとかっていう話をした覚えがあるんですよね、根の
状態からいって、まあ、この方が植えやすかったっていうことですね。あんまり傷もなく。そうですね、まあ、多少ね皮剥がれちゃうのはしょうがないんですけどね。ではアルミ線をちょっと剥がしていきますけど、はい、この辺はそうですね、ここを当てるためにわざわざこうぐるっと回してきてるんですね、はい、ここの背中背中っていうふうにこの辺の食い込みありますね、まあ、これは気にならないですね。ちょっとですね、でもね、うん、ちょっとですね、はい、まあ、これを機にちょっと前回のもう一回動画を、うん、皆さん見ていただけると、はい、僕もちょっとあんまり覚えてなかったんで。でしたよね。ちょっとショックだったんだけどそれ。これありましたっけって、初め動画出だした頃ですね、うん、そうそうそう、あここはあれ結構いってますよね、食い込んでる。そうで、まあこの辺は想定内と。小白は大体戻ると、あの幹が肌が荒れてくると気にならなくなってくるんで、うん、木はね傷が残っちゃうとやっぱ嫌なんですけど、そうそう、私も昔のイメージなんとなく、最初ここら辺がはい、こっちの方にしたんですよね、まっすぐに。それをここら辺も畳んだし、両何しろグッと下ろしてきたと、とりあえずこういうふうに、まだちょっと汚いですけどざっと取りまして、やっぱりこれですね、これが、あのすごくいい枝でもったいないんですけど、まあ出がやっぱり良くないということで、取っちゃいます。あとこれですね、これ辺のやつも、はいはいはい、取っちゃいましょう。ロゴも割れることなく。そうですね、あの幹の方は綺麗に。そうですね、まあこの辺の想定外の、うん、あ想定内のへこみはありましたけど、まあ、枝も枯れてないってことですよね。そうですね、うん、ということですね。本当はねこれちょっと元気つけて、あの懐芽が出るのを待ってもいいんですけどね、はい、とりあえず針金かけてみて様子見ながら、うん、肥料たっぷりあげて芽吹きを待つと、はい、いうことですね、うん、ちょっとじゃあこの辺とか抜いちゃいますね。ちょっとこんな感じかな。はい、はい、これで抜きます。パチッ、はい、まあ、一応ちょっとパスタ、はい、これも取っちゃおうか。あちなみに、はい、あのコーヒーに割ったところっていうのは次曲げようとすると物も割れやすいですから、こういうところは、うん、あの割れるきっかけになるんで注意してくださいってことですね、はい、ちょっと細かいこうちょこ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  こういうのちょっと切りにしていきますね、はい、切るとき少し長めに切って、うん、でこうか枯れてますんで、はい、じゃあ取りますねこれね、はいはい、2回に分けて切ります、うん、手前で1回切って、うん、で1回切っといてこれですね、いいですか、えいいや行きましたね結構はい、でこれで丸く、はい、おお、ちょっとカットパスタにときますね、はい、きれいに、きれいに。これもあれですね、はい、あの手に結構くっついちゃうんで、うん、動画撮ってる時はやんないですけど、結構指を濡らして、うん、舐めてやると指にくっつかないです。はい、じゃあこんなとこですね。それともだいぶ、うん、形はね、すっきり見えてきて、うん、で、さっき言ったこれですね、はい、これが保険でこれであるんで、短い距離でこういう節でね、あの枝があるんで、はいはい、これ結構いい枝なんですけど、ただやっぱりどうしたってこんな高いところにあるんで、うん、これで頭作っていくとやがては取るだろうな。とりあえずこれだけ抜いておきますね、はい、これも同じようにカットパスタを塗って、まあ普通に作るんだったらね、うん、ここで頭作ってっていう人いるかもしれないですけど、はい、先ほど言ったように構想としてはこれにかけて頭をして差し入れた、まあ、ちょっとね3本なんで寂しいんですけどね。でこれはねちょっと出が悪いんで、うん、持ってき方難しいんですけど、これ裏枝になるわけですね。裏枝になりますね、こういうふうにはですね。これはちょっと切っちゃうかもしれないですね、長いからね、うんうん、ちょっと芽がこれなんかが目がちょっと怪しいんで、はい、これがしっかりしてればこれ切っちゃって、うん、枝4本で裏枝でいいんですけど、ちょっとあの一応保険で取っておきますね、はい、これがやっぱり太いんで裏枝が、はいはい、これとこれそれからこれとこれと、うん、いうふうにかけます、はい、あの方向としてあのこっちとかこっちは方向どうでもいいんですけど、はい、これだけはこういうふうにかけたいんで、そうですね、はい、じゃあですね、はい、半時計回りになるような書き方をすると。導線の16番線ですね、ちょっと変わった書き方になっちゃうんですけど、はい、取れた取れた
大丈夫かな。何か取れました。これが取れましたね。なんか大丈夫かな。不吉の。不吉な。ちょっと変わった書き方してます今。変わった書き方。はい。ここの針がね、ここは半時計回りにしてねじりながらこう後ろ持っていきたいということでかけてます、はい、でちょっと変わってるって言ったのは、多分そちら側から見ると同じ方向になってるようには見えると思うんですね、はい、ここまではいいと。でここの枝がですね、この枝をこういうふうにひねりたかった半時計回りにっていうのは、この節が短くてこっちの方が長いんですよね。 こっちの方が長いんですよね、はい、ここ短いじゃないですか、はい、ちょっと長いになるけど、で、こいつを少し下に下ろしてやりたいというためにこういう針金の張り方をしたかったと。こうひねりたいからこっちがさっき来ちゃってて短いやつができちゃってるんで、こいつをできるだけ下に下げてあげたい、はい、はい、というふうに作り方をしたいんで、こういうちょっと変わった針金の入れ方をしたということですね。目が取れたのが気になるんだよな。他の目は触っても取れないと思うんですけどね。言われるとなんか乾燥してるようにも見えるんだよな。あんまりちょっと強いのは、うん、かけらんない。仕上げてきますね、これ。来ました。上はいいですね。うん、あのここはもうかけないんで、こうねじりながら上げていきますと。ねじり上げ。ねじり上げですね。はい、ここ裏枝の部分。そうですね、裏枝ですね。背中がにあるところを曲げていくんですけど、どうしても針金の張り方でこういうところに行かない時もあるんですよね、はい、うん、だからそういう時はちょっと気をつけてここら辺で曲げるようにしないと。基本は脇を締めて、そうですね、股を締めてですね。であとは今ちっちゃくしたいですよね、できるだけ。長かったですから、それをあの曲付けすることによってできるだけこう幹に寄せてるわけですね。短い枝はこう内側に来るように、でこういうのがこう間に下に入ってくる、外に入ってくるように。最後縦でしたもんね、この枝の分かれ目が。そうですね、それを横並びにして、はい、こういうところはこの背中、はい、ところを曲げてですね、はい、曲げてですね、まあここら辺だけね、こうやることによってぐっと近づくわけですね。ちょっとまたあの将来的にやっぱりこういうところを吹いてくる目で追い込んでいくと思うんで、はい、曲はつけますけど、これで終わりではないよってこと。うん、もう一回詰めていく。そうですね。だから例えばこういう内側の目でこう作っていくってことですね。こういう長いのはちょっと間延びしちゃってるんで、この辺は。こういう時って裏枝からやるんですか。あ、というか一番低い枝から。あ、低い枝。うん、一番低い枝から。これで見るとね、ちょっとまだこっち来てるんで、もうちょっとこっち寄せますね。あとは差し枝もね、3本しかないんでね、どう作るかってあるんだけど、ちょっと一旦曲げながら、はい、この辺の半分ぐらいにしたいんですよね、うん、寄せるんですよね、寄せるってことですよね、うん、これぐらいまでも曲げて、だいぶ寄りましたね。寄りましたね、うん、この辺ももう本当にもう自分の中の創造性っていうか決まりがないんで、こんな感じでここら辺の位置にいいんじゃないですかね。こういうのもあのちょっと変わった巻き方で、針金切りがいっぱいあるからすぐ手に取れる。針金切りだけで何本出てるんだっていう。来たね。そうですね。頭だからもっとちっちゃくしなきゃいけないですね。ちょこんと。やばいかもしれないですね。取れた。ああ、目が取れた。やばいかもしれないですね。もしかしたら。でも上回以降何もしてない感じなので、なんでだろう。っていうかこっちの目はね、まだ目が結構元気なんですけど。下の方は。ちょっとやばいかもしれない、行っちゃってるかもしれない。ちょっと白っぽいんですよね、ここら辺の軸が。言われてみたらこれはね、嫌なんですよ。こう目がポロッと、あ、これもだ。あ、それ白いのはダメかもしれないですね。行っちゃってる。うん、白いやつは。さっきポロッと落ちたのも、そうです頭のところです。頭ってか、いやいや、この辺のやつ、うん、じゃあそこあたりがちょっと怪しい。うん、普通やっぱ保険取っとかなきゃですよね、これね。そうですね。これってちょっと動画にできなかったりして
いや大丈夫ですかね。こういうこともあるっていう。こういうこともある、はい、載せますか。リアリティショー。リアリティショー。となるとまたでも変わってきますよね。変わってきますね。考え方がね。うん。そっちはもしかしたらなくなるっていう。うん。そうですね。そしたらこれを枝にして一つの枝にして、はい、やっぱりこの辺で頭作って、まあ頭ってもこのまま突っ立ってるんで、こうぐっと曲げると思うんですけど、はい、うーん。でも言ってたじゃないですか。盆栽は思い通りにいかないと。うん、まあそうですね。人生と一緒だと。人生と一緒だったということですね。おっしゃってたので。ですね。そういう時もあると。うん。もしかしたら、はい、最悪の場合ですけど、これ一本で作るようになるかもしれないですよね。ここみんな枯れたら。あ、そこまであり、そこまでありえますよね。こっちもちょっと元気ないですもんね。うん、ここもね、ちょっと元気ないっちゃ元気ないんで、とりあえずだからこれぐらいでやめといて。なるほど。ですね。ちょっとこれはもう一回あれですね。あの木どうなった？もう一回なりますね。これね。ちょっと変わるかもしれないですね。はい、というとこですね。ちょっとこれはかけないで置いておきますね。保険をかけてこういう風に作ってっていいと思うんで、趣味の人はね。はい。はい、で一旦今日はここで終わりにして、とりあえずこれで終わりにしといてですね。まあ、ちょっとこの辺の行く末を見て、行く末を見てですね。ここダメだった場合、うん、最悪これでもうこれだけで考えるしかないってことですね。裏は。あ、分かんない。裏は生きるかもしれない。裏は結構芽が元気なんで少し。要はここを差し枝にするとか。うん、そうですね。いうことですよね。そうですよね。こうやって落とすと、あるいは、あるいは今度逆にこっちが元気になる。これだけで、これだけで作るとか。で、これをポンポンとあってもいいのかな。まあ、あってもいいかもしれないですね。っていうふうに、まあ、どんどん変わってきますよってことですね。なるほど。はい、ちょっと、まあ、ハプニング的な終わり方ですけど。芽がね、取れるってことはこれ結構やばいかもしれない。今までない形です、ね、今までない形ですね。この2つはちょっとないかもしれないですね。ということで、でちょっとあの木どうなったシリーズ、どうなったシリーズでまたちょっとまた来年、また来年ですね。1年間、はい、年また見てみたいと思います。でもあのやばいなっていうのは分かりました。そうですね、これで、うん、ただまあこの辺はまあうまく、そうですね、まあ曲がったっていうことですね。はい、そういうことですね。まあ正面こっちもそうですね、悪くないと、ね、ないんでね、うん、気がしますよね。うん、ではまた1年後お会いしましょう。お会いしましょう。今日はこんな感じで。こんな感じで。はい、ありがとうございました。